私たちが作り上げたこの天地にとっては、これから君の手によって生まれ、至るところへと流れる栄誕は、唯一にして確実に安定させてくれる手段に過ぎない。今後立ち向かう者が何であろうと、今日、君が死ぬことでのみ、それが来るまで持ちこたえられる機会を得られる。それに、初めから実はそういった存在だ。超然とした手段を持って、罹患の術相のさらなる上へと立ち、人々のために邪を払い、災いを鎮める。殉死の術である以上、君が生きる意志を再び蘇らせたら、必ず自分の得意性を失い、平凡に戻ってしまう。得意性と言えるほどのものではない。術という名を得られないだけで、人は自身の童貞に成長を加えずに済むのだろうか。まあ、お前の言う通り、生きようとすれば、生きる意味を失ってしまう。自分のことをそこまで下に見る必要はない。素直に言えば、君の求めるクームは、私から見たら、ほぼ不可能だ。今でも君は、障害をすべて排除したと考えているのだろう。しかし、これから迎える死によって、多くの存在の心が引き裂かれてしまう。そんな人生を送ってきたのだ。到底忘れられることはない。それでも、今この時、私にできるのは、こうして別れを告げることだけだ。他にの君にとって、死を許されることは、生きることを強いられるよりは優しく、親しみがあるのだろう。はじめは、ドニグルだけが理解してくれると思っていた。だが、あの時、お前が口にしたことを、私は忘れていない。邪を払い、災いを鎮めるだけでは、根本的な部分に触れることはできない。お前や私、私たちが今まで生きてきたのは、必ず一切を滅ぼす存在を待つため。そして、その暁には、七つの手段によって、かすかな光を、奴の手から奪えるかどうかを知ることになる。私が思うに、お前はもともと、私が市場で死ぬことを許容するはずがなかった。そうかもしれない。君も、私も、しでかしたことなど数えきれないほどある。それを補えるのなら、人々は代償を惜しまない。しかし、琥珀街で起きた騒動がそうであったように、術の中でも、君は唯一の新たな道を見出せる存在だ。私はずっとそう思っている。Just there's some nasality in there that you can tell it's just very specifically Itachi.
だからこそ君の死の史上を含んでいる部分や私を測った部分も、ただそれだけではないのだろうと考えている。やはり気づいていたのか。そうだな。詠嘆となり続けているのは確かに君の泣き殻で間違いない。しかしそれは源のない水ではない。君はそれの根源をドニグルに与えた。だからこそドニグルは君と共に死ぬことはない。逆に老朽ではほぼ永遠の存在に等しい。制限をかけなければドニグルもいつかは詠嘆を思うがまま自在に駆使できるようになる。そうだとしてもそれが何になる。罹患の術相でありながら気迫が全くない。自分の力をどう使うのかも完全に分かっていない。いつしか手強い敵が現れた時にはあいつは簡単に破れすぐさま死ぬだろう。しかしそれだけの話ではないのだろう。勘違いしないでほしい。あれは認めようとしていないが、いずれドニグルは私の願いを果たすためにバカなことをしでかすだろう。だから私は答えなくてはならない。むしろお前がこの世界に施した数々の仕掛けもついでに過ぎない。実に興味深い。老朽の存続のため君は死に詠嘆を作り出す必要がある。しかしいずれ迎える時のために君は生き続ける必要がある。両者は確かに矛盾していない。だが本当にそれほどの自信があるのか。強いて言うならそれは彼を告げるビールがいい。私とあいつ、私はこれって、師匠は今の話を教えてくれなかった。つまりもしかして死ぬ時リトストはとっくに影の怪物の影の怪物になることを覚悟してたの？そうすることで死んで生き返れるの？おかしな話を理解する時だけは飲み込みが早い。でもリトストはどうしてそんなに自信があるの？もしかして彼らがお互いのことをずっと恐れながらも相手のそばにいたから？はっきりとは言い切れないと思う。相手の死を恐れることが相手を恐れることになるのかな。とにかくドニグルは一体何のためにこうしたの？詠嘆の力を解き放つために自分のやり方でリトストの死をクームに導こうとしたのかな。そんなことは重要じゃない。もともと詠嘆にそれほどのつながりがあったならすごく大事なことを誤解してない。最初からドニグルと詠嘆に深いつながりが存在するならそれを解き放つには自分に施された制限を解除しなくちゃいけない。つまり釘を抜くってことだよね。そうなるとあなたたちを詠嘆に連れてきたのは
十分に安全な行為と言える。何しろ夢追い人はリトスとの加護を確実に受けているから。いや待って、時間がない、後で説明する。時間を結構無駄にしちゃったし、もしかしたら加護、早くうちらを連れ出して。こっちこっち。どうしたの？そんなに焦って。うち前